ばね、ラビちゃん、こんなね、ニュースあるんだけど、ちょっと見てみて。真実な、鏡や。韓国政府、日本企業に賠償額と同額の寄付を要請。韓国政府が日テ独占機の強制徴用賠償問題の解決法として、被告企業の日本製鉄と三菱重工業に賠償金と同額の寄付などの形式で財団に帰宅する案を要請したと、朝日新聞が26日に報じた。同社は複数の韓国政府関係者を引用し、当初は韓国政府が賠償を肩代わりする案を検討したが、世間から強い反発を受ける可能性が高いと判断。韓国の日テ強制動員被害者支援団体が寄付金を募り、賠償金を肩代わりする方法で、重ねて伝わって。おばちゃん、すごく聞きたいんだけど、何かしら。これって、身の代金って、これされたくないんだったら、じゃあこれぐらいは払いやっていう、まあ、ある程度安い金額だったらまだしも、同額でしょ？名前変えただけじゃないこれ。そうね。相手しないって言ってんのに、で名前変えて。SNS でまたなんか初対面のふりして近づいてくる人みたいじゃない。え、お前、前までだろって。私違いますよって。元彼とか元カノとかさ、そういうストーカーと変わらないじゃん。いつもの韓国ということでいいのかな？まだ相手しない方がいいと思うわよ。名前変えただけじゃん。いい加減にしなさいよ。あ、そういえばフランスで、再びまた光ケーブルのね、切断テロが起こったらしいよ。標的型攻撃かってね、今話題らしいんだけど、バックボーンを3箇所ね、切断されたみたいだよ。光るテーブル？光ケーブルだよ。え、光るケーブル？ 2 箇所で1。違えよ。違う光るだよ。いや、でもオール1位じゃないっていうのが、ユタポンとかすごいわよ。え？すごいって、何がすごいの？クラファンでさ、487万使って世界一周を、たった90日余りで使い切って、で、赤字だから、また寄付してって言ってるんだけど、クラファンで赤字って支援なんでしょ？だから、利益計算とかしてるけどさ、赤字って。クラファンの意味知ってんのかしら？こいつが知ってるはずねえじゃん。オブラートよ。オブラートに包んでちょうだい。ちげえよ。ババア、ちょっと大幅に脱線してるんだけど。あ、光るケーブルね。うん。なんか複数の光るケーブルがね、切断されて、標的型攻撃と見られる事件がね、発生して、今年に入ってからフランスで2件目なんだって。で、4月には、同国で複数のケーブルが一夜にして切断される事件が発生。でね、基準元を飛んでみたのね。したらフランスだけじゃなくてね、他の国もちょっと、なんか巻き込まれてるみたいよ。例えば、アジアとかヨーロッパ、あとアメリカも。でもなんかね、不思議なことに、例えば切断されたシェトランド諸島への海底ケーブル。それでスコットランド周辺でインターネット障害が発生したんでしょ？なぜかね、その近くを調査船がなんか通ったらしいのよ。なんか、ウォッカ飲む、なんか国らしいんだけど。よくね。それって、もしかして。いや、まだ、確証はないらしいんだけど、そのケーブルが、なんか切断された、まあ、その近くに、ウォッカのね、調査船が通ったっていうから、これどういうことなのかしらね。
よくわからないけど、ボルシチってことじゃない？え？マトリウシカっていうことじゃないのかしら。よくちょっとおばちゃんわかんないけど。それでは人生相談の方にお手で来ましたので、これからお読みしたいと思います。おばちゃんに相談。液晶パネルがついた腹筋ベルトで4000円程度のものを購入しようか考えてる。あれって効果あるのかな。使ったことある。運動しないで痩せるんなら買おうか検討中。モアップ、なんかあの育毛剤のディアップみたいな名前じゃない。あれってさ、なんて言ったらいいんだろう、あの筋肉に刺激を与えて筋肉をほぐすんでしょ。だから運動した筋肉つきやすい体型にしてくれるっていう、あと血液で言うと代謝も良くしてくれるってやつで、あれしたから何もしないで痩せるってことないんじゃないのかな。だってあのおばちゃんのさ、知り合いなんだけど、そのさ、知り合いの嫁が、あれ持ってんのよ。なんて言ったらいいんだろう、その上に乗るとさ、パカって両足開いてさ、で、また、太ももの力を入れて、なんかその、開いたやつをまた戻すやつあるじゃん。あのパカットとか、あと、なんか乗馬マシーンみたいなのとかさ、そういうのをやって痩せたっていう例はね、聞くのよ。それはやっぱり、なんていうの、筋肉を使って運動してるわけじゃない。でもそのね、嫁さんなんていうの、全身のブルブルのやつやってただけの時は、あ、これで痩せるわって言って、なんか、アイス食べたりとかお菓子食べてて、パワーアップしたって話は聞いた。いや、何事もそうよ。運動しないとダメよ。この振動ベルトっていうのでもね、本当にいいらしくて、だから筋肉を刺激とかしてくれたと血流とかも良くなるから、だからその後運動して筋肉のつきやすい体からマッソになるってことでしょ。何事もそうだと思うわよ、ばっちゃん。私を物にしたいならもっとつびびてくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市役クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。